アプリシエイ高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っています。その15色を組み合わせて無限の才能を作っていかれるのです。この動画は私高梨いつきが15色のうちの黄緑色の才能を育てていなくてどんな依存症に陥ったかについてお話をしています。才能の目の確認ですが、黄緑色の才能の目であるネガティブな感情は嘘つき、いい加減、適当、マシンガントークなどです。才能の目に4つのグッドプレゼントを送ると頭の回転の速い子に育ちます。自己肯定感のある子は軽妙なトークやサプライズで人を楽しませます。自己需要ができて推理力を駆使したり YouTuber などで自分を幸せにします。社会貢献は交渉力や軍事的能力、お笑い芸人やマジシャンなどで他者の幸せや平和に貢献します。黄緑色の才能の目であるネガティブな感情は嘘つき、いい加減、適当、マシンガントークなどです。才能の目にバッドプレゼントを送るととてもいい加減な嘘つきを強化した子に育ちます。自己否定感のある子は虚言癖やビッグマウスになります。自己喪失になると自分自身をごまかして自分を不幸せにします。他者依存はあらゆる詐欺や詐称などで社会に争いを起こします。では実際に私はどうだったかということなのですが、子供の頃は喋り出したら止まらない子でした。これは今もそうですけれど、お前は口を出すな、黙っていろとよく叱られました。またよく嘘もつきました。人に迷惑をかけるつもりで陥れるつもりで嘘をつくわけではないのですが、ペロリと大げさなことを言ったり、例えば、パンを3個くらい食べ、あ、ケーキを3個食べたとしたら、今日はね、10個もケーキ食べちゃったとか、そういう、こう、物事をこう大げさに喋ったりとか、ないことをあったことにしたりします。自分でもなぜなのだろうと不思議に思っていました。嘘をつく必要がないのに、どうしてその場の勢いで話を作るのかしら、と。いい加減さが伝わると人に信用されなくなります。一生懸命褒めたり説明しているだけでも、口先だけだとか、調子がいい、と噂されたこともありました。自分に自信がなくなって、さすがに詐欺や詐称をしたことはないのですが、自分を大きく見せたくて大口を叩き、恥ずかしい思いをしたこともあります。なんとか優位に立ち回ろうとして画策するずるい自分に嫌気がさしたこともありました。そうですね、子供に対しても、自分の言いたいことはこうベラ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 一方的に喋るのに、相手の言うことをこう、適当、いい加減にしか聞いてなくって、そうですね。子供に叱られたことがありました。そして、そのネガティブな言動が、黄緑色の才能の目だと分かった今は、宇宙人のいつきくんというおとぼけキャラを作り、お笑いに取り組んでいます。毎日フリートークで話せる練習をしています。ブログや動画サイトのアカウントを複数用意し、情報のインフラ整備をして拡散に努めています。自分のビッグマウスに自分でツッコミを入れられるようになりたいです。本当にいい加減なやつだなお前は、って。こうして黄緑色の才能を育て、人に認められたり褒められたりするためにやるのではなく、本当に好きなことに打ち込んでいった末に人を笑わせることができるコミカルな芸ができたり、広告収入が見込める YouTuber になりたいという夢を持っています。会話力や交渉力を磨いて自分のメソッドを売り込んだり、世界に拡散するための戦略を練りたいです。うっかり気を許すと自分自身をごまかしてなんやかやと理由をつけて努力することをやめてしまいます。調子のいいことを言って人を巻き込むくせに、面倒くさくなるといつの間にか、自分からフェードアウトしています。テレビのお笑いやエンタメを見て時間を潰したり、ネットゲームにのめり込んだり、チャットでストレスを解消したり、ネットサーフィンをして自分を驚かせ
ったりドキドキさせたり笑わせてくれるものを探して、そういったものに依存しがちです。受け取る一方ではなく、自分が人を笑わせたりサプライズを差し上げられたり、ドキドキとしたときめきを差し上げられるようになりたいです。いっぱい恥をかいて、たくさん失敗して見せることも必要だなと思っています。命がある限り、自分の黄緑色の才能を楽しんで育てて頑張りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。